見えないってどういうことですか？なんかつけてるんですか、もしや。カメラを。あ、本当だ。なるほど。今回から、あれ、なんかさっきのちょっとカメラ回ったら勢いなくなっちゃったんです。どうしたんですか、カメラ回りだしたらいきなり。なるほど、これで。なるほど、いつもここにあれですね、誰か座ってもらって種をちゃんと落ちてるかどうかを見てるんだけど、それを、あ、なるほどなるほど、こういう感じで、こんな感じでカメラをつけているから、ちゃんと種が落ちてるかどうかを自分でモニター見ながらモニタリングしちゃってるわけですね。モニタリングしちゃって GPS で巻いて、なんかもう最先端のIT ボーイじゃないですか、マサさん。いやいやいや、もう使いこなしてるじゃないですか、マサさん。いやいや、すごいっすね。これはコーンっすか、ちなみに。コーンのあの、加工用のコーンっすね。なるほど、なるほど。そうですか、順調っすか。いやいや、もうまっすぐっすもんね、ほんとにもう。どうしたの、髪気にして、なんか。もう一回、あれですか、ちょっと髪のために美容室行った方がいいっすか、一回。いや、これがメムピーチャンネルですから、突撃ですから、もう。メムピーチャンネルっていうか。もう常にもヒゲ剃りして、もう美容室も、もう週一回行ってもらえたらダメですよ、ビューチューバーだから、もう。週一で。あ、そんな話で、ヨッチ君があれ。よっちくんが整地してますよ、あれ。はい、いいですか、今年買ったレム県のパワーハローで。あ、サブソイラーか。よっちゃんマン。誰だね。あ、はい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 。サブソイラーをしてましたね。はいはいはい。そうか、じゃあもう最後ここあと1本いったら終わりですね。はいはい。あ、なるほどなるほど。あれ、あっちの山わさびの枕もやってました、もしや。わさびの枕も。あー、なるほど。山わさびの枕結構広いっすもんね。だから、そうっすよね。あげとく、ただあげとくのもね。そうっすよね。なるほど。これが金を残す秘訣ですね。使いすぎて。使いすぎて。そうっすね。マサさんの後ろにはあの立派な、はい。雲仙万円の倉庫ありますからね。ちょっとピー入れたら、雲仙前はちょっとピーっすね、したらね。ほんとってことじゃないっす、全然もう。もうね、農機具じゃなくて、かっこいい車ばっかり入ってますからね。倉庫じゃなくて、車庫っすね。半分車庫。半分車庫。という感じでございまして。じゃあこれちょっと一本僕ついてっていいですか？ああ、うん。ちょっとモニタリングのちょっと感じとか、僕は、まあ、作戦や、あの、したことないんで、モニタリング作戦。はいはいはい。綺麗にやってくれないので。はい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 。なるほどなるほど。あー、なる、めっちゃもう結構もろ見えじゃないですか、これ。結構ね、よく見える。はっきり見えますよ、これ。これ人の目より絶対見えますよ、これ。絶対これ。穴のこれ。黒い穴のところまで見えますから。穴もバッチリ。すごいっすね。穴もバッチリます。はい、GPS でトゥルンと言いません。トップコンド。はい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 。はーい、おさん、行ってみましょう。はーい。さあ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 、はい。ハンドル持ったふりして。はいはい。あ、動き出しましたよ、マサさん。おー、すごいすごいすごい。おーおーおーおお。しっかり。めちゃくちゃ見えますね、これ。はいはい、これでもしね、あれですか、見ててなんか詰まったなとかありました？今回詰まりはなかったんだけど、はい、このなんちゅうの針金、あ、はいはい、針金がこうずれてたり、おお、まあ、ね、
今だったら、ちょっとね、ちゃんと引っかかってるけど、ああ、ちょっとね、ちょっと張りが出てるんだ。ああ、そうか、そういうの気づけますもんね。ああ、でも見てください、もう確実に入ってるのは見える。こんな近くで、もう人の目だとしたら、もうね、たもう、あの種入ってるところに顔突っ込まないといけないぐらいになりますから。こんな丸見えだったらもうこれ、あ、入ってる入ってる、あ、すごいっすね、マサさん、これは、あ、手放し運転部 GPS で走らせ、いやいやいや、種で確認し、もうハンドルを持って後ろを見るという農業ではなくても、手放し運転をしてディスプレイを見るという農業ですね、これが。マサさん、まあ、マサさんもね、全部一人でやってますからね、あんまりね、体に負担かかりますから、まあ、こうやってね、楽々できる方がマサさんはいいですよ。ね。楽しないと。え？楽しないと。楽しそう、そうですよ、そうですよ。ね。じゃないとね、全部、うん、なんかこうね、全部自分でやるぞっていうのも、まあ自分でやってるんですけど、こういう技術を使わないと。なかなか大変じゃないですか。特にマスさん夜ね、整地したりとか結構もう無理してやってるんですけど、 GPS あればね、もう、そうですね、はい。さらにこんな箸にもうモニターとカメラとつけちゃったら、もう仕事の精度も上がりますしね。いや、そうだと思いますよ。なかなかこれ見てね、あのこう人の後ろに乗っててもね、あのもう後ろに乗ってる人次第じゃないですか。結局、あーあーみたいな、あ、見えねえなーみたいな。今日まだ歩いた後だから、ね、はいはいはい、そうなんですよ、ここ最近前だったらわさわさ、ファサファサって、もうこれすごかったからね、そんな話にならないですよね。はい、ということで無事に、はい、終わりましたね。はい、びっしりまっすぐな胸ですしね、気持ちいいですね。はい、あ、そうですか。今日はまだ小豆、はい、あ、ごぼうと、まだもう終盤戦ですね。終盤戦、うんうんうん、そっかそっか、なるほど。まあまあ、そんなことでまた突撃しますんで、小豆、ごぼうとよろしくお願いします。はい、そんなことで今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。